前橋市長が市政について語るテレビ版市長コラム。今回はトーナメントも楽しめるテニスコートをお送りします。前橋市長が出演し、テーマに沿ってお話しするテレビ版市長コラム。今回はトーナメントも楽しめるテニスコートをテーマにお送りします。前橋市長、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。市長、待ちに待った津市民テニスコートがオープンしましたね。そうですね、殿村の津市民プールの跡地にテニス愛好者待望のですね、津市民テニスコートが完成いたしました。5月1日のオープン以来ですね、毎日朝9時から夜9時まで多くの方にご利用いただいています。好評なんですね。津市でテニスをされる方はたくさんいらっしゃるのですか？はい、その通りなんです。津市のですね、屋外のスポーツ施設のご利用、これはですね、実はテニスが最も多いんですよね。令和元年度の年間利用者数は11万3700人ということなんですね。市の中央部からのアクセスがいい津被災地域の一部施設にですね、ご利用が集中しましてね、プレイヤーは慢性的なコート不足に悩まされてきました。テニスのですね、トーナメントを開催しようとすると最低でもですね、8面、地区大会とか県大会ともなりますとですね、12面のコートが必要なんですね。しかしながらですね、津市には最大でもですね、6面の施設しかないと、こういうことでありまして、これまで大規模な大会をですね、開催することができませんでした。市民向けに開催される大会15あるんですが、こちらはですね、200人から400人程度のご参加があるわけなんですね。ところがですね、例年ですね、こういう大会開催しようとすると2つの会場に分かれてしまったり、もしくはですね、日にちを複数の日に分けて分散するなどですね、困難な大会運営を余儀なくされていました。大会を行うにも大変だったんですね。そうですね、そこでですね、今回津市民テニスコート、総事業費約10億円かけて整備をしたわけでありますが、こちらは12面、砂入り人工芝のコート12面分をですね、確保しました。大会の際にはですね、運営本部が置かれる管理棟、こちらはですね、こちらからはすべてのコートが見渡せる、そういう中央部に配置をしたと、こういうことなんですね。そしてその管理棟の建物の側面にはですね、外付け階段を取り付けました。これによってですね、大会の参加者がシューズを着脱せずにですね、本部と連絡が取り合えるようにしたと、こういうことです。コートの中央を囲むところに400人収容の屋根付き見学席を設けました。こちらからはですね、快適にトーナメントのファイナルを観戦できると、こういうわけですね。これからは大きな大会が開催できますね。たくさんの人が集まることになりますが、駐車場や交通アクセスはどうなっていますか？はい、本当大切ですね。大勢のご参加、ご来場者をお迎えできるようにですね、駐車場182台分確保をいたしました。今まではですね、どうだったかといいますと、市の中心部に立地する古道公園内テニスコート、こちらは代表的な競技会場としてですね、年間3万6000人のご利用があるわけなんですが、駐車場は最大で53台しか駐車できないと、これは大きなネックになっています。そこでですね、津市民テニスコートには、この旧プールの敷地に加えましてですね、少し形が不整形となっていました、周辺の民有地、これを買収しましてですね、十分な駐車スペースを確保いたしました。それから公共交通機関でお越しになる場合はですね、入り口の前に殿村というバス停がございます。さらに徒歩5分のところにはですね、櫛形バス停がございます。こちらをご利用ください。
ではテニスコートを利用するにあたっての利用料金はどうなっていますか？はい、実はですね、コート1面を1時間利用する市民向けの料金は480円です。でファミリーであるいはですね、友人同士でお気軽にテニスをお楽しみください。それからですね、夜ご利用になる場合ですね、夜間照明料ですが、これは1時間140円といたしました。まあ、LED 照明を採用したことでですね、従来の3分の1程度に抑えることができました。ぜひ仕事帰りにお立ち寄りください。テニスコートの周辺もいろいろと整備されたそうですね。はい、実はですね、敷地を一周する560メートルのウォーキングロードを設置したんですが、これはですね、地元櫛形地区の皆様からのお声に応じたものです。まあ、車を気にすることなくですね、安全にジョギングやウォーキングができる場所が欲しい、こういうご要望が、まあ、見晴らしのいい散歩道となって実現をしたということです。試合前のアップにも利用されてまして、コースの途中にはですね、ぶら下がりストレッチとか、あるいはダブル踏み台昇降とかですね、それから腕上げアーチ、こうした健康遊具が6台設置してございます。さらにはベンチや東屋型の屋根付き休憩所、屋外トイレなども完備をしておると、こういうものなんです。テニスだけでなく、いろいろな利用ができますね。そうですね。津市民テニスコートは、地域に開かれたスポーツ施設として、コートの内外で気持ちよく体を動かせる設備が整っています。ぜひ皆様の健康づくりにお役立てください。テレビ版視聴コラム、今回はトーナメントも楽しめるテニスコートをテーマにお送りしました。前橋町、ありがとうございました。ありがとうございました。